まあ、たまたまプログラミングに出会って楽しいなと思って、5、6年の病院実習の後は夜中2時くらいまでずっとアプリ開発みたいなのやって、いつかヘルスケアで起業できたらいいなと思ってました。まあ、自分ができることでかつまあ勝てそうなところというところで、まあ、ベンチャーキャピタルを選んだという形になってます。結局医師免許が必要ないようなことはいたしませんっていうのがありますけども、まあ、テクノロジーの世界って結局そういうことだなと思います。元から社会学に携わりたいと思っていたっていうのはちょっと自分の中にあって、いろいろやった上でやっぱり臨床で課題解決したいってなったら臨床の現場に戻るって選択肢は取れるし、患者さんとか人の健康のために自分が感じた課題を、まあ、臨床の場であれそうじゃない場であれ解決するためにどんなキャリアが形成できるんだろう。外資系コンサルティングファームで根性を学びました。開業してて思うのはこうチームビルディングっていうのが一番難しいですね。医師を束ねるっていうのは本当に大変と言いますか。